はい、おはようございます。ですね、今日はこの前観音参りの時にちょっと話した月の話っていうのを話したんですけれど、それをちょっとビデオに撮ってほしい、聞きたい人がいっぱいいるんじゃないかということで、月の話をします。私ごとなんですけれど、非常に私は中学校しか出てないし、中学校というのも非常に成績が著しく悪かったということですね。でこの前天才の通信簿っていうのを見てたら、その天才っていうのは著しく成績が悪いっていうことで、じゃあ成績が悪かったら誰でも天才になれるかというと、そうもいかないんだということですね。月があるんだ、そこにね、ついてないずっと成績が悪いだけでっていうのもいますから じゃあ月って何だろう。月っていうのはもうよく言う、学校時代に私より頭のいい人もいっぱいいた、世間には努力家もいっぱいいるんだと。でも本当についてる人ってのは少ない。私は実質納税で、6年間、日本一、これは6年日本一っていうのは前代未聞でやったことがないんだっていうことですよね。ってことは皆さん本当に実力でやったんだと思うんですよ。で実力というのは月には勝てないんです、私は来年もできます、再来年もできるんです、生きてるうちずっとでもできるんです。なぜかというとついてるから。それで月には一つの法則があるんです。でこの法則さえ分かると誰でもつくんです。偶然ついた人っていうのは偶然だから法則通りやらないんですね。30+30=60っていうのは法則通りやれば 30+30=60 に決まって何回でも60なんですよ。ところが当てずっぽで霊感で言ったやつやなんかっていうのはたまには当たるけれど当たらないんですよ、でもう方程式持ち出すほどもないほどその月というのは簡単なものなんです。でついてくると奇跡というのが起きるんです。で私が6年連続、こうやって日本一だっていうのも奇跡なんです。やったことがないことをやるっていうのは奇跡なんです。でこの奇跡の起こし方、これも教えるけれど今日はもったいぶって教えません。今日は教えません。今日は月というところまでです。でこの次に奇跡を起こそう。で奇跡も容量が分かると何回でも起きる。起きない人には一つも起きない、起きる人には何回でも起きるということですね。で手っ取り早く月の話いきます。否定的な生き方と肯定的な生き方よく言うんですけど、何が否定的で何が肯定的か、自分の否定度はどのぐらいなんだろう、自分の肯定度はどのぐらいなんだろう。で大雑把に分けて3段階に分けられる、3つです。3に分けられるよ。1つが例えばみんなが朝の出かけに、今下駄履いてる人はいないんだけど、下駄を履いて出かけようとしたらプツンと鼻緒が切れた、出かけに鼻緒が切れるなんて縁起が悪いと思う人いますよね、このビデオを見てる方にもいるはずです。でそういう人は否定的なんです。わかりますね。ただ鼻緒が切れたんだ、寿命だ、これは切れたよ、何にも考えなければ普通です、普通程度です、もう一つ、出かけに鼻緒が切れてよかった、これ出先だったらひどい目に遭ってたよと、今切れてよかった靴履いてこうとかね、他の下駄履いてこう、今だったらすぐつなげるからつないでこう、あついてるなと思えた人がついてるんです。わかりますか。そうすると自分は今どの辺にいるんだろう、でついつくっていうことはどうなんだろう、鼻緒が切れた、あついてるねと思えればついてる人になっちゃう。世の中実は本当はシンプルなんです。究極的に本当はもう世の中のことは大概はシンプルなんだけど、
難しく考えてるんですね。でよく分かりましたか、はい、ね。でこの前分かりましたかって言ったら全員が分かったって。全員が分かったと言ったにもかかわらず、私が帰ろうとしたら、みっちゃん先生のところ岩崎ママのところも一生懸命やってる人なの。それが大社長って呼び止めて何かと思ったら、水晶のお数珠をしてたんだけど、その水晶のお数珠がなくなってどこに行ったかわからないんだけど、これはどういうわけですよ。ネタは分かったんだよ。水晶になるともうわからないんだよ。わかりますかね。とこれを応用問題だとして解いていくと、そうなってくるとね、靴の時はどうするんですか、ズボンはどうするんですか、全部同じなの。お数珠がなくなったら、あ、私はついてるんだ、きっとあのお数珠が私の役を取ってくれたんだ、私はついてるねと思えるかどうかなんですよ。わかります。これがついてる人で、月とはそんなもんなんですよね。わかりました。でここまでは分かったよ。ですね、まあもうちょっと硬いのにしようか。まあこれでいいや。こんなもんでも上から落っこってくとだいぶ痛いんだな。上から私が歩いてる、そうするとこれが30回でも何回は分かんないけど、ベーッと落っこってきてここに当たったね。この時に俺はついてるよって、もうちょいで頭に当たっちゃうとか、ついてるからここで済んじゃったんだよと思える人と、歩いてただけでこんなもんが当たっちゃってついてないよなっていう人がいるんです。でそのついてない人、俺はここでよかったよ、ついてるよって言った人は、次にはこれは当たらないの。ところがこれが当たってぼやいててなおついてないって言ってる人は、次にはこの子が何センチかずれてここに当たるんだ。ね、それともなかったら車が当たるとか、何かが当たるんだよ。呼び寄せるの。ね、だから今のこの時点から、俺はついてるよ。日本に生まれてさ、ちょっと前に生まれたら戦争だよ。ね、で私みたいなのが戦争連れてかれると、俺ついてるよ、他のやつみんな弾当たって死んじゃったけど俺当たんねえんだよ。どこでどう思えるかということにかかってくるんですよ。ね、でそのついてるよっていうこのことさえ分かれば、人間っていうのはどん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 ついていく。分かったね。でこれだけで済めばできる人もいるか。ところがもう一個だけちょっとやんなきゃなんだよ。大したことじゃないんだよ、大したことじゃないんだけど、児童くんはついてるとするね。でも俺いまいちなんだよ、ついてるついてると思ってんだけどどうもつかないんだよ。ここが問題なんですよ。なんですかって言うと、人間っていうのは社会的人間なんですよ。一人じゃ生きられないんですよ。わかります。その時についてない人間と付き合ってると月がなくなっちゃうんですよね。次郎くん俺はついてんだよって言っても隣で俺ついてなくてとか、そんなのばっかりと付き合ってると、磁石っていうのはね、これが釘だとする、ここが違う磁石とこうやってくっつけとくと、この釘磁石になってくっつくんですよ。わかりますね。それでね、いい香水とかいい匂いのするところで次郎くんがこうやって使うじゃん、だいい匂いになってお香水でもつけたか思うよね。わかる。ところが二郎くんが声だめ落っこっちゃった。声だめ落っこっちゃったから臭いんだよね。臭いんですよ。ここで問題なんですけど、人が環境に影響されるんですよ。香水に使った時と声だめに落っこった時とは匂いが違うんですよ。周りに与える影響も違う。ね、わかる。か自分だけいい匂いなんですって言っても声だめ使っちゃったら臭くなっちゃう。ついてない人間と付き合うと月がたちまちなくなっちゃう。たちまちなくなっちゃうんですよ。だから否定的なこと言ってるやついたらスーッといなくなっちゃうんだけどね。あのね、うちの会社で今皆さん働いてますよね。ね、これからうちに来る人もいる。でもうちの会社は
ついてるんですよ。で、ついてないところにいると、もうそろそろリストラされんじゃねえかとか、いろんなことを考えなきゃなんない。わかる？ついてない船に乗っかっちゃってたら、タイタニックに乗っかっちゃって俺だけついてんだって言ったって、沈むときは沈むんですよ。だから、ついてない人間と付き合うこと自体がつかなくなっちゃう。ついてない会社と付き合うことがつかなくなっちゃうんです。わかります？ね。それで、この前ある人にうちの仕事やったらっていう話したのね。うちのコーナー儲けない。一個も売れなくてもいいよ。あんた今こうやって商売してるだろ。ね。うちの会社ついてるんだよ。でね、ついてる人と付き合ってごらん。一個も売れなくてもいいことがある。それぐらいついてる人と付き合うといいことがあるんです。で、月ってのはまか不思議なものなんだ、うん、これが不思議なんだ。からうちの会社の中をもっと細分化すると、今売れてるついてる商品っていうのがある。わかる？豪傑丸ってすごく売れてるんだ、売れてるんですよって言った時に、豪傑丸からは実はついてる波動が出てる。試しにそれを一番店の真ん前に置いて、うんと置くの、売り上げ上がるんです。なぜかというと、買いに来た人は1個しか買わないよ。でもついてる波動から、ついてるものからついてる波動が出るんですよ。わかりますね。それが正しいんです。いくらついてる人と付き合ったらいいよって、ついてる人とはね、10日に1回しか付き合わないで、残りの9日間つかないやつはずっと付き合ってて、最近月がないんです。それ当たり前なの。足し算引き算そのためになってるの。そのためだって学校も教えればよかったんだけど、先生のもよく分かんなかったんじゃないかと思って、ただ教えちゃってたから分かんないんだけど、本当はついてる人とより多く付き合うね。それでついてない人がいたら、本当は今の下駄の話とか補術の話とか、せっかく聞いたんだから本当はしてやればいいのね。で、そういうことをしてあげられると月もますますついてくる。わかる？ついてる人と付き合うの。で、ついてない人と付き合いやめるのね。それで一人でも多くの人間がつくようにならなきゃいけないんです。で、今のところわからないことありますか？よろしいですか？すごくわかる。ね、つかない人間と付き合うってますます悪い方。わかりますね。で、月の話は以上で終わりです。では、また今度会いましょう。え、ね、例えば私の料理質問があるんですね。失礼しました。はい、どうぞ。だから私なんかただのおばちゃんがここまで慣れちゃったのは、やっぱりひとりさんと出会ってから運命が変わって。で、その話は今度奇跡の話になる。わかりました。それも奇跡なんです。そうですよね。はい、ついてない人とは付き合わないじゃないですか。でも、もし教えてあげて、その通りにしない人っていうことですか？ついで教えてあげると、その人は治るかいなくなるかしら。どちらかってことですよね。だからそれ関係ると冷たいみたいなことになるから、そういう意味じゃないですよね。冷たいんじゃないんです。教えてあげても。教えてあげれば人は分かるんです。本当に分かるんです。で、なぜか、なぜ分かるか。いや、な、分かんない人いっぱいいるよって言いますよね。言っても分かんない人いっぱいいるよ。でも分かるんです。なぜかっていうと、奇跡を起こせばいいんです。で、この奇跡というのを何度でも起こせるようになれば、今までの常識は全てすっ飛んじゃうんです。で、私は何度でも奇跡を起こせるんです。で、奇跡とは何かということが分からないから、そういう話になるんです。わかりましたね。だからこの奇跡の話に行くまでに、俺はついてるよね。で、なんでついてるか分かんない。ご飯が食えてついてるのか分かんない。なんでもいいからついてるということをべっちり言いまくる。声に出して言う。そう思う。まずこれの訓練をする。そうしたらば、私がいかにしたら奇跡を起こすか。で、この奇跡を起こす方法は今の話よりもっと簡単なの。非常に簡単なんですよ。上に行くほど簡単になる。
シンプルイズベストなんですよ、うん、ほら英語なんか出ちゃいましたよ英語は。ねえ